はい、おはようございます。5月30日朝6時、5分です。現在の気温14度、先ほどまでね雨が降ってましたのでね、今も少しパラパラしています。昨日夜半ね雨降りまして、サンダーストーム、雷伴う雨になりました。現在も先ほどまでね降ってたんですけどね、今止みました。まだ道路はね濡れています。ニューアークエアポートの方に行きます。ミッドタウンの方からね走っていきます。まあ朝6時台ということもありね、順調に行けば30分ぐらいで着くんじゃないですかね。まあ、突風吹いてます。まだね天気が、まあ、雨はもうね今上がってきて西の空明るくなってきてるんで大丈夫でしょう。風はまだ強いですね。車がいますからね。はい、朝のニューアーク空港ターミナル A ですね。今ターミナル A を出ました。
さっきねちょっとね晴れ間は見えてたんですけど、またね曇ってます、渋滞しててね迂回して今オーランドトンネルに入るために走っています。これからねここから私の今いるところからクイーンズのね駐車場まで行くの1時間ですね。リバティステートパーク、10の目でも見える公園があるところです。イグジット 14B で降りるとリバティステートパーク10の目で見える公園です。ちょうど正面に見えるのがね、ゴールドマンサックスのバックオフィスですね。ニュージャージーで一番背が高かったはずですけども、今ね、その左のビル、ちょうど今見えてるビルの方が高いような気がしますね。まあ、ニュージャージー側にも高いビルが増えてます。もしくはクイーンズに、クイーンズの方を通るか、いずれにしろですね、走らなくてはいけないですからね。
また電車で地下鉄に乗ってマンハッタンに行き、今度車をね変えるんですね。橋もそうですけど、橋にねアクセスする道路も全部混んでましたね。